はい、どうも。ですね、紹介する商品といいますか、ちょっとこれからね、また新しく動画シリーズを始めようかなと思いまして、取り寄せた商品があります。それがこちらです。プラッツから発売されている手作りミニガーデンシリーズというシリーズです。一応ですね、これ、全部で4種類で出て、これ今日入れたんですけど、1、2、3、4全部入れたんですが、今日早速もう1番を買って、でいただいた方がいらっしゃったので、この234しか今ないんですけど、紹介させてもらおうかなと思います。まあ自分もともと箱庭が好きだとか、そういうミニチュアが好きだっていう話は前々からねさせてもらってたと思うんですけど、やっぱりちょっとジオラマとか作りたいんですけど、そんな腕もないし、こういろいろ揃えてってやると結局お金かかっちゃうしとかっていう方もいらっしゃると思います。で、自分一番苦手なね、フィギュアの塗装とかそういうのがあったりとかして、で、これをこういう風にするとこういうことができるとか、そういうことは知識としてはあるんですけど、ただ実際にじゃあ自分ができるかって言ったら多分まともにできないなっていうことも思ってて、で、これね、問屋さんの方にこの箱を開けた状態でサンプルとして置いてあったんですよ。それ見た時から、お、面白そうと思っては見てたんですけど、実際そのこういう完成の見本みたいなね、こういうのがなくて、で、今回ホビーショー行った時に置いてあるのを見て、あ、面白そう、じゃあちょっとうちでも扱ってみたいなっていうのと、自分でもちょっと作ってみたいなっていうふうに思ったりもしたので、今回取り寄せてみました。中身はですね、こんな感じになってます。こういうね、お花とかがね、こういう風にね、もう、初めからこう、出来合いになってるんですよ。で、土台が発泡スチロールになってます。で、ここに発泡スチロールのところに、この芝生シートを貼って、で、飾りたいところに、この置きたいものを木工ボンドとかつけた状態で差し込んであげて、っていう、あとはこの、このね、これ確か雷剣っていう名前だったかな。この、スポンジですね。雷剣でよかったと思うんですけど、これを、こう、木工ボンドつけて、ちょっ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 って乗せていくと、それだけで、こういう感じの、よいしょ。ちょっとしたね、ミニチュアの、よいしょ、あら、ちょっと待ってね。よいしょ。ミニチュアのこういったものができますよっていう、そういうセットになってます。で、これ、まあ面白いなと思いましたので、ちょっと取り寄せてみました。全部で3種類、今4種類ですけど、3種類しかないんですが、よいしょ。一応説明書もね、基本的なところが一緒なので、説明書としては全部共通になってます。だから例えば、こっから、それを見て、こっからじゃあ自分、もちろん見本みたいな写真は出てはいるんですけど、この見本通りに作らなくてもいいわけですよ。ご自身の好きなようにこんな感じで作ってみたら面白いかな、みたいな感じで作ってもらうといいかなと思うんですけど、そういうね、セットで売られてるものです。で、これなんですけど、ちょっと一手間二手間加えて、簡単に入手しやすいものを使って、ちょっとしたね、オリジナルのレイアウトみたいな感じで作ってみようかなと思ってます。で、今回も、またね、そんなこと言うならもう、車のプラモデルのキット一つぐらい、こう、一つ二つ多く在庫してくれよっていうふうにご意見もあるかもしれないですけど、うちに、まあ、ブログの方にちょこっと書いたんですけど、うちの方にね、来られるお客さんとかでね、その、お客さんの奥さんが、こう、またプラモデルなんか作って、とか、何が楽しいのとか、あとはもう、ね、そういうのをこう、内緒でこう、こそこそっと買ってて、こそこそっとこう、作るっていう方が結構多いんですよね、うちに来られるお客さん。結構、このチャンネル見ていらっしゃる方でもね、そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、こういうのを、奥さんとか、まあ、彼女さんとかに与えるって言い方はあれなんですけど、こう中でプレゼントみたいな感じであげて、で、こういうのは作ってみようよ。で、プラモデルともまたちょっと毛色は違いますけど、こう何かをこう作るって楽しいんだよっていうことを、こう、そのね、周りのね、そういう方にね、こう、布教するための、商品としてどうかなと思って、不況っていう言い方もおかしいですけど、入れてみました。だから例えばその、
そういうね、方に、こういうのだったらちょっと、お前もどうみたいな感じで、面白いと思うんだけど、で、これで多分物を作るってこと結構楽しいと思うんだけど、どうかなみたいな感じで進めていただければ、うちでね、買っていただく、プラモデルをね、堂々と買いに来ていただけるようになるんじゃないかなって、そういうことも思ったので入れてみました。で、これにですね、一手間二手間加えて、あと自分もちょっと作ってみたいっていうのもありますので、またちょっと動画シリーズの方でね、これ2、1、2、3、4ってあるんですが、今回はですね、この2番の、お気に入りの場所というセットを使ってですね、もうちょっと、これプラスアルファのものも買って用意してるんですけど、ちょっとずつね、こんな感じで作っててみましょうということで、やっていこうかなと思いますので、自分だけの素敵なガーデンということで、まあ一つの提案としてね、やってみませんかということでやっていきたいと思います。また低評価がいっぱいつくんだろうなとか、全然再生数が伸びないんだろうなとか思ったりはしますけど、ちょっといろんなことをねやっていきたいと思ってますので、ご理解いただければなと思います。これ定価がですね、2500円の消費税っていう風になるんですが、うちでの販売価格はこれ単体でいくと、2000円の消費税、2割引きですね、2160円で販売させてもらってますので、まあ例えば今週はちょっと自分のプラモン我慢してこれを買ってって、これどう？俺、今週は我慢するけど、ちょっとこれ一回一個作ってごらんみたいな感じで話してもらえたらいいかななんてことも思ってたりとかします。そうじゃなくてもね、ああ、こういうミニチュア楽しいよねっていう方も全然問題ない、問題なくね、お買い上げいただければ嬉しい限りですので、またよろしくお願いします。また動画シリーズの方はすぐはちょっと始められるかわかんないですけど、始めていくようになりましたら、またね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。